正直写真集、まあ、やっぱせっかくこうして芸能界にずっといさせてもらって、まあ、いつかは私も写真集出せたらいいなっていう、まあ、本当にあまり現実的にはそこまで考えていなくて、なので今までもこう、まあ、現役乃木坂の現役時代の時も結構周りのメンバーが写真集を出していて、なんかそういうのもすごいな、おめでとうっていう気持ちだったんですけど、なんかこう、いや私にはまだまだかなっていうのがあったので、本当に驚きでいっぱいでした。ですね、まあ、やっぱり写真集というとすごくこう、なんですかね、お洋服以外にも水着だったりとか、まあ、今回ランジェリーとかにも挑戦したので、こう結構お腹とか足とか腕とか普段見せないところがこうあらわになるじゃないですか。なので恥ずかしくない程度にこうちょっと腹筋とかしてみて、お腹をこうぽよぽよしてたので、ちょっとすごくキュッと少しでもなるように、あの筋トレなんかはしてみました。なので撮影が4月の上旬頃だったんですけど、まあ、まだちょっと言っても寒くて、夜とかは。なので、ページの中に夜の海で遊んでる写真があると思うんですけど、結構寒かったんですよね。なので、ちょっとこう、顔がこわばってないかとか、心配だったんですけど、出来上がり見たらすごくこう、爽やかな感じの写真に仕上がっていたので、良かったなって。カーテンコールというタイトルが、なっておりますけども、ロジョさん命名されたタイトルになりますか。そうです、はい、そうなんですね。なんかどういった意図、意味とか込められてるんですかね。そうですね、まあ、私がこうして芸能界にずっといる理由の一つが、やっぱりこう、まあ、舞台とかミュージカルを私もずっと続けていて、でそこでこうかなり緊張しですし、小心者ですし、怖がりですし、なので本当は性格的にはあまり芸能界向いてないはずなんです。それでもずっと続けてる理由の一つが、まあ、舞台の最後にそのガーテンコールだったと、演者のみんながこうお客様にありがとうございましたってご挨拶したんですけど、その瞬間が本当に私はもう本当何にも変えがたい幸福感だったり達成感だったりっていう、あの瞬間がもう忘れられなくて、そのカーテンコールが私は大好きで、それでもこの世界にずっといるっていう理由なので、やっぱり一番の理由であるカーテンコールという名前を今回の会話につけました。はい、ありがとうございます。今回そのすっぴんのお気に入りの写真、すっぴんにしたい、しようとしたのはカメラマンの方がすっぴんでって言ったのか。事前にその、まあ、打ち合わせでこう瓶の状態で撮影大丈夫ですかっていう確認はあって、まあ正直ちょっと悩んだんですけど、でもせっかくだし、まあ、初めての写真集だし、これは全部もうさらけ出してやろうと思ったので、オープンしました。はい、出来上がりも満足で、まあなんかお見せできるレベルかなりギリギリくらいです。先ほどあの沖縄ちょっと寒かったとおっしゃってましたけども、なんかこう撮影で大変だったこととかありますか。あ、やっぱりその夜の海の中に、海での撮影だったんですけど、最初は普通になんかこうちょっとパシャパシャする感じでっていうふうに思ってたんですけど、なんか途中でちょっともう顔面から飛び込んでっていうふうに言われて、あ、マジかと思って、結構寒かったし、私泳げないので、なんかこう、顔が水の中に埋もれるっていうのが、あんまり得意ではなかったので、どうしようと思って、覚悟を決めて、思いっきりジャブンと。もうそういったその寒さとか、そういった水ぐらいが結構大変だった。そうですね、そこぐらいですかね。あとは本当に楽しく。
今回の写真集、まあ、撮りに行く前に元乃木坂のメンバーの方とか、あのアドバイスもらった方とかいますか？みんなどんな感じだったっけっていうのでちょっとセットで見てみんなの表情を研究してみたりとかそういうのはちょっとありました。もし名前挙げられるとしてなんか参考になった方とかいたしますか？まあいいよ白石麻衣ちゃんやっぱりもうすごく素晴らしい写真集を勉強させていただきました、はい、結構いい表情ってことだったんですか、その、ご自身の中で北谷さんの。そうですね、すごくこうナチュラルな感じが素敵だなと思って参考にさせて、はい、本当に今回の撮影はとにかく私の今の気持ちが全て詰め込んであります。それは本当にこうこの先への希望だったり期待だったり、あるいは不安だったりとか全てが詰まっていますし、あとは、まあ、その写真もそうですけど、最後のインタビューカットも本当にたくさんのことを語らせてもらって、あの、まあ、老いた力から乃木坂の現役時代のというような葛藤だったりとか、そこから卒業してもう女優としてやってる今の本当の私の気持ちだったり、全てを赤裸々に語ってますので、ぜひインタビューカップも読んでほしいなっていうふうに思ってます、はい、たくさんの方に見ていただけることを願っています、はい。